はいどうも皆さんこんにちは、三軒茶屋の新平です。今日もお供やっていきましょうということで、今回はですねアギト使ってみたになります。まあね、事前の情報というか生放送終わった時点でのアギトの評価、僕の中でのアギトの評価はまあそんなに高いものではなかったんですね。まあ仮面ライダーバルカンの光版だよねぐらいだったんですけども、実際に使ってみたところ評価急変しましたね。いやーこいつね結構使えます。うん、はちゃめちゃに強いっていうよりは本当にね使いやすいって感じかな。使いやすいまでいかないんですけど、な、表現難しいな。いい塩梅です。本当にいい塩梅です。なんかその突出した尖った能力があるわけではないんですけども、しっかりとサポートしてくれる性能として優秀なキャラクターなんじゃないのかなと思っております。まあ、まず、まあ、基本情報に関しては書いてある通りなんですけども、リーダー特性がね衰弱耐性 100% を持っているので、今まで、まあ、ボーラボーに行けなかった方とか、そのバリットかな、バリットが当たんなかったとか、世界記録持ってるけどその他のパーツが揃ってないんですっていう方とかがこのアギトを使うことによってボーラボーに行くことができる。これは非常に、まあ、ボーラボーに行けなかった人からするとありがたいことなのかなと思います。急激にここへ来てボーラボーの適性がガッと増えましたね。うん、突然物所属っていうこともあるので、その打の旋律のキャラクターとの相性もいいので増やしやすかったっていうところはあると思うんですけども、突然ですね、はい。で、最初のターンでね、まあ、アを使ってバフをかけたりとかっていうことをしたんですけども、打の旋律のグループのキャラクターたちって、火属性と光属性が主なんですけども、この光属性の打の旋律の物種属のキャラクターたちと非常に相性がいい。特にね、今使ったイプラアルファなんかは愛を使うことによってね、バフをかけてバフをかけて、アギトでバフをかけて、そして、イクプラでバフをかけてっていうことができるので、イクプラであってんのか、はい、なので結局4バフになるんですよね。それがね強い。なのでそのアギトに関して言えば、既存のキャラクターたちとの相性がめちゃめちゃ良かったんですね。しかも特性も弱体ガードとコピーガードを持っていて、しっかりとボーラボー適正用に作られたライダーみたいな感じですよね。はい、そしてね同時に登場した、エグゼイドもうめちゃんこ強いと、はい、いいですね。こういう形で活躍してくれるキャラクターが増えるっていうのは良かったのかと思います。はい、まあ、アっていう文字もね抜群に使いやすいわけではないんですけども、まあ、こういったね使用機会が増えてきている文字ではありますし、何よりね今回強化されたアギトとの相性もめちゃめちゃいいんですよ。アイアンとかアイアイとかで、なのでクーがアギトとかで使っていったりとか、今回みたいにイフプラととか打の旋律のキャラクターとアギトとかいういろんな使い方ができるのかなと個人的には思っております。最後ねこれ一撃見ててくださいね。一発からのアギトからのアイカギークの火力、こういうバフのかけ方がアギトはできてしまうということなんですね。しかもリーダー枠で、これは非常にサポート性能として優秀なキャラクターと言えるのではないでしょうか。特にねボーラ対ボーラボーに関しては完璧と言えるキャラクターだと思います。ということでね、ぜひ当たった方は、ボーラボーで使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。